アーロン・スミスでした。こちらは当然ファック・デクラークだと思います。そうだと思います。このまたデクラーク選手はですね、この一般的なスクラムハーフの枠に収まる松井一人に渡ります。タッチに出ないように踏ん張って繰り返すのがファック・デクラーク。ここもベルブリッジ4枚中盤の裏を抑えてます。ですので開けやすい前が東京オリンピックのセブンズ日本代表のキャプテンデクラーク対アーロン・スミス。さあ最初の2人の直接分析通りだったでしょうね、うん、ベルブリッツのディフェンスシステムをきっちりと見たけれども、この一連の流れというのは、まあ、イーグルス非常に、跳ね返していった。さあこの人仕掛けます。浮かしたボール田村よく見ています。逆サイド柔らかく、このショックは大きかったと思いますけどね。イーグルス今のパスは非常に長いですね。一般的なスクラムハーフだったらそこまでスムーズに届きませんので、非常にも前半からパスの多いイーグルス、裏へキック使ってきました。この判断も適切ですね。今の一のメンバーです。このパスがベルブリッツに入ります。ここまで我慢して守って守っていたベルブリッツ、今度は裏へ蹴るのがということをデクラーク選手判断したと思います。そういった役割を担う、まあ、このハーフ団になると思いますね。今のお話はベルブリッツの話です。こちらはここまでボールを持って攻めているのがもうほとんどがイーグルス。走り込んできた。ここは、ね、ワイルドナイツ戦でもこのスペースは狙ってましたね。イーグルスできると、まあ、そういうような配置に設計しているということですね。それ局面をえぐるという考え方ですね。あ、ここも一つ攻めてからこちらですか。ポールにタックル受けたがボールはつながっています。田村キャプテン、松井一人、今のデクラーク選手も裏のスペース見てますね。なるほど。腹尻、今アーロン・スミス9番同士ボールもぎ取るか、自立できていなかったか。すぐスタート、ここですファク・デクラーク。でどうというもそうですね。まあ、本当に、まあ、今のところですけれども、まあ、イーグルスの方が1枚上手。さあ今日9番、ちょっとパス合わなかった、ね、そしてここにいた、足にかけましたバックデクラーク。そして田村が追っていきますが、もう片足、足技さえるイーグルス選手よりも前のポジションで追い越しているかもしれない、ね、うん、いや確かにクレアに F を受けて10テリオンフランスこれはやっぱバックスペースを埋めてる人数少ないにもにかかわらずベルブリッツ攻めてるんですよ。ですのでディフェンスが、勝つ確率がまず上がっている。これ左足のキックです。金髪のファフ・デクラーク一旦ゲームを切ります。パスループでもらえそうです。我慢してスキル高いですよ ね、 そうですね。アーロン・スミスが彼そのデクラークのことをデクラークの一つ当てるか。デクラークの位置でキックです。さあ高いボール、田村選手ですけど正確に言うとオフサイドだと思います。はい、こぼれたボール、ブリブリッツ17対10という前半ですが、後藤さんどうでしょう。本当にこう時間帯によってベイビーさんです。後藤さん改めてファフ・デクラーク、アーロン・スミスもですがどう見てました。いや面白いですよ。もう本当一つ一つのプレーにこう意思があるなと思います。日産スタジアムです。キープ、デクラークサイドついた、新しいリーマン2シーズン目です。相手のチャージ手に当たって真上に上がった。ですけどオフサイドだったね。セキュリティ、確かにそうですよね。さあボール出てきた、近場で腹尻、いやごめんなさい、14番の色気ブラーでした。手前、途中出場19番の小池隆生、2年目の選手です。開幕のブラックラムズ戦で焼きまたぎ堀すぐ離していた。デクラークどうする、内側もいる。今面白いクロスするようにブ
ルアムボールもらいに来ました。シーズン途中の大怪我がありました。開幕戦で復帰をしています。おー、ナイスタッチ。これはノータッチだ。内側に転がってきた。ただ一人なんですよね、チェイスが。本当にこうフェーズごとにそのバックスペースを守る。近場、ね、もういいボールキャリーになってきた。ただまだ帰ってくる確率は高いと思いますよね。ここで岡田が本当にラグビーアスリートのこう自力がここからの時間帯本当に求められます。おー、合わなかった。どっちだ。ベルフリット、オールブラックスだとほとんど見れないシーンですよ。アーロン・スミスが膝に手をつくというシーンですね。浮かしてくる、よく話した、うん、あ、そうですね、6本か。ベルフリッツの選手も1人痛んでいます。ボールはキープできました。人数は14人での戦いのイーグルス、トーマス・ファンダイク。あのもうね、人数が少ないので、ここはゆっくり左足のキック、高いキックのようです。ここはちょっとチェイサーが、バレット、これはスマザータックル、肩より低いタックル巻き込む。いやー、こちらは今度キック、蹴り返したボールは疲れてるところ。しかしトータルで、見るとですね、まあ、全体としてはやはりイーグルスの戦略、またラグビーのこう組み立てっていうところで、全体感上回ったという